先日タクシーに乗った時に、まあ、この間もタクシーの話だったんですが、そのタクシー運転手さんに、あれ、ハヤトモさんですよねって言われたんですよ。見てますよって、ありがとうございますね、幽霊見えるんですよねって、いやいや、まあまあありがとうございます、そんな活動させていただいてておかげさまで嬉しいです、ありがとうございますね、よく見てますよ、頑張ってくださいね、よかったなって、うちの息子もね、あなたのこと好きって言ってましたよ昔って言って、あ、そうなんですか、息子さん、そう思って助手席を覗いたら子供が座ってたんですけれども、その子さん亡くなってたんですよね、明らかに。個人タクシーの運転手さんの助手席に乗っていたお子さん、どちらがどちらを縛り付けてるのかわからないんですけれども、なんだか見ていてちょっと胸が苦しくなってしまうような光景でした。